ロバート・ワイズはアメリカ合衆国の映画監督、プロデューサー、インディアナ州ウィンチェスター出身。映画界におけるキャリアは RKO 社の音響効果技師としてスタートした。数年間のキャリアの後、1941年度の市民権でアカデミー編集賞にノミネートされる。1944年のサイコホラー映画、キャット・ピープルの呪いが監督デビュー作であり、構成カルト映画として高く評価されている、サイコホラー、キャット・ピープルの続編であった。初期のワイズ監督作品は、当時のハリウッドの配給システムにおける B 級の作品がほとんどであるが、手堅い手腕を見せる一方で、意欲的なアイデアがしばしば盛り込まれた。1949年に彼が監督したボクシング映画、罠は、わずか1時間強の作品ながら、劇中の時間と実際の上映時間を同一進行させる構成で、八百長試合に絡む苛烈なサスペンスを描いた。1950年代以降も、ミュージカル、サスペンス、SF など様々なジャンルを手掛け、SF 作品、地球の静止する日、メロドラマ、ソビックなどの監督を務め、スーザン・ヘイワードがアカデミー主演女優賞を獲得したサスペンス映画、私は死にたくないでは、自らもアカデミー監督賞にノミネートされた。1961年、ジェローム・ロビンズと共同して、監督、制作を務めたミュージカル映画、ウエストサイド物語でアカデミー監督賞を受賞。1965年にも、サウンド・オブ・ミュージックで2度目の監督賞を獲得した。1970年代の代表作として、アンドロメダ、ヒンデンブルグ、オードリー・ローズ、スター・トレックがある。1989年のルーフトップが監督した最後の劇場公開作となった。SF、ホラーなどのいわゆるジャンル映画の商品からスタートし、次第にミュージカル、刺激、シリアスドラマなどへの大作へと範囲を広げて巨匠へと上り詰めた先駆だが、高なりな遂げた晩年もなお SF 映画へはこだわりを見せていた。晩年、ワイズは自身の作品の DVD 版制作にも深く関わった。また、全米映画監督ギルドや映画芸術科学アカデミーの会長を務め、ハリウッドウォークオブフェームにその名を刻んでいる。2005年9月14日、UCLA の病院に担ぎ込まれ、心不全で死去した。91歳の誕生日の4日後のことであった。ありがとうございます。